どうもどうもお疲れ様です。泣かせようとする映画が苦手なエステちゃんです。今日はですね、コット始まりの夏という映画についてネタ話していきたいと思います。あらすじが、1981年アイルランドの田舎町、大家族の中で一人静かに暮らす寡黙な少女コットは、夏休みを親戚夫婦キンセラ家の緑豊かな農場で過ごすことに。初めのうちは慣れない生活に戸惑うコットだったが、ショーンとアイリンの夫婦の愛情をたっぷり受け、一つ一つの生活を丁寧に過ごす中で、これまで経験したことのなかった生きる喜びを実感していくということで、これがですね、第95回アカデミー賞国際長編映画賞にもノミネートされているということで、で、てっきりですね、このなんか予告、映画館で予告見たときは、なんかまあ、なんていうんだろうな、まあ静かだけどすごいなんか感動する映画っていうか、内省的な映画で、なんかこう穏やかなんだけどみたいな、穏やかが根底にあってみたいなっていう、なんかまあ言うとカモンカモンとか、ああいう感じかなっていう、子供も出てくるしみたいなって思ったんですが、これがですね、いや穏やかなんです。それに無口っていうか、あんまりセリフ数も多くないし、全体的に。で、この主人公コットちゃんも基本無口なんですけど、もう明確に嫌なやつが2人出てきます。で、その1人が、コットちゃんのお父さんで、もう1人は、預けられた先に出会うその夫妻のご近所さんっていうのかな、なんかまあご近所さんみたいな人、おばさん。この二人がもうとんでもなく嫌なやつ。で、お父さんは、こう大家族、もうね、コットちゃん入れて、7人ぐらいのかな、子供が。1、2、コットちゃんは多分4番目、6人か、6人ぐらいのかな。で、まあ新しくお母さんに子供生まれるっていうので預けられるんですけど、で、お父さんが全然働かなくて、ギャンブルばっかりやってる。でも威張ってるみたいな、すごい支配欲が強いみたいな。でも怠け者だけど、そういうすごい嫌なやつで、でなんかこうお父さんが、まあ、車で3時間かけてね、この親戚のね、ショーンとアイリンの家に連れていくんですけど、なんかお願いしますの一言もないっていうか、まあお母さん側の親戚、いとこのお家みたいなんですけど、お願いしますも言わないみたいな。いや、なんか、うちの嫁が勝手になんか言ったんで連れてきましたわ、ぐらいのテンションで、なんか、で、なんかずっとなんか娘の悪口っていうか、なんか、もうごくつぶしですよ、みたいなのとか、なんか嫌なことばっかり言うみたいな。で、そのくせ自分が全然仕事してないことは言わず、いやなんかもう干し草がいっぱいで大変でしたみたいな。なんかコットちゃんのお家もね、なんか牧場っていうか、そういうなんか牛を扱ってる、乳牛を扱ってるっぽいんですけど、なんか全然干し草も飼ってないのに、干し草いっぱいあります、あって、豊作ですわとか、なんか見えすいて嘘ついててみたいな。で、なんかありがとうとかも言わないし、で最後自分家にね、お父さん帰るときに、な、火の中に落ちんなよみたいな、何それみたいな、どういう別れの言葉っていうか、その何挨拶みたいな、なんか、いや、ひどい嫌なやつでね、ぜひ見ていただきたいんですけど、と、もう一人、そのショーンとアイリーンの友達っていうか、まあ近所付き合いしておばさんは、なんか私がなんかちょっとその子供いるし預かりましょうかなんつって言って、なんかまあそのおばさん、近所のおばさんに帰るって言ったら、ね掘り葉掘り、なんか、え、そのなんか服買ってもらったのとか、だからクッキーとかお菓子は何、バターとマーガリンどっちで作ってんのとか、
とにかくゴシップ好きっていうか、で、あえ、なんか、コットちゃんのこともなんか、ほんと鈍いね、みたいな悪口、コットちゃんに対しても悪口言ったりとか、で、なんか、夫婦の、ショーンとアイリーのことについても、なんか悪口言ってて、ずっと。すごいなんか、いますよね、そういう。とにかく、隙を見ては悪口言いたいみたいな、それだから何なのっていう会話しかしない人っていると思うんですけど、そういう感じで、とにかく生々しい嫌なやつなんですよ。身近にいそうなっていうか、みんなこういう人見たことあるなみたいな、でそれによってすごい奥行きが出るっていうか、もうあまりにもキャラが合いすぎてて、役者さんたち、お父さんもそうだし、まあ、全員この役のコットちゃん自身もね、すごい物静かな可愛い女の子の役あって、ちょっと不器用みたいな、あの、うん、決して立ち振る舞うまくないけど、なんかすごい優しい子みたいな、なんかすごい合ってるんですけど、その嫌なやつ2人とももうドンピシャというかね、見た目とか、なんかすごい、いや、キャスティング力がすごいなと思うんですけど、その嫌なやつがもうめっちゃリアリティあるおかげで、すごい奥行きありというか、あ、こんなえぐってくるんだみたいな、嫌な部分見せつけてくるんですねみたいな、ぐーってなるんですけど、それによってラスト、もう、あ、これが撮りたかったんだっていう、別れのシーン、本当にそのまあ一夏、その親戚のお家でね、コットちゃんが過ごして、でまあそのコットちゃんの、まあ、実の両親がいるとか、その、まあ、元の家に返しに行った後に、なんかあの別れので送り届けて別れるシーンとかにあるが、もう本当にあのよくあるシーンっちゃよくあるシーンなんですけど、その車でねこうブーンって帰ってってる、そのあのショーンとアイリン、お世話になった おじさんとおばさんが追いかけてって、でもう抱きついて、そのおじさんに抱きついてこうグーってなってると、でもその本当のお父さん、どうしようもないお父さんも追いかけてきて、で、あ、お父さんだダディって言った後、もう一回ギュってなってダディって言うんですよ。だつまりおじさんがお父さんだねっていうあの表現をする、でこれがやっぱ撮りたくて、そう前振りあったんですけど、あの前振りのシーンあったんだなとか、あのコットちゃんがね走るシーンを一回もういろいろ登場するんですけどとか、あとはアイリーンがコットちゃんが最初にそのお家に来た時に、あの秘密があるうちっていうのは良くない家なんだよって言うんですよ。秘密なんてあったらいけないんだって言うんですけど、そのショーンとアイリーンの間に息子さんがいて、で事故で亡くしてるっていうことを、そのおばさんが、近所のおばさんがね、アイリーンにバーバーベラベラ喋るまで秘密っていうか言わないんですよ。だからまあコットちゃん気づいてもいいっちゃいいんですけど、コットちゃん気づかずに普通にあの過ごしてて、まあどう考えても男の子の子供部屋でコットちゃん過ごしてるんですけど、特に夫婦はそれについては何も言わず、男の子の服とか着せてるんですけど、その新しい服を買うまでね、コットちゃん気づかずいるんですが、まあ言わず、でコットちゃんがと最後もう帰るっていう、あのお家に帰るよっていう時に井戸に落ちちゃうんですよ。一人で井戸に行って、で風邪ひいちゃうんですけど、それ言うともうあの父親がすげえ言ってくるなっていうのが分かるから、内緒にしとこうっつって、で内緒にして届ける、あのある程度風邪も治った状態で帰らして、で帰らした時にくしゃみしちゃうんですよ、コットちゃんが、父親とかみんないる前で。なんで風邪ひいたのっつって言ったら、いや違うみたいな、何もなかったみたいなことをコットちゃんが言うんです。ちょっとコントっぽいんですけど、何もなかったって何みたいな、
なんかあったじゃん、その言い方っていうことなんですけど。でも、最後まで言わずに映画の中では終わっていく。だ結局秘密はあるっていうか、だからその、綺麗事で終わらせてないっていうこの、だけどその説明とか特にないんですが、家族には秘密があるし、みたいな。なんか、嫌な奴はいっぱいいる、ある一定数いるし、みたいな。なんかこの、なんていうんですか、ポスターからは、ちょっと想像できない、ドロッとした部分が、ちゃんと描かれてて、それがあるからこそ、こう、抱きしめた時の、ダディ、ダディが、この、聞いてくるんだなと思って、95分なんですけど、非常にドラマチックというか、なんか、本当小説が原作なんですけど、なんかね、81年の時に9歳だったら、今もう生きてたら、まあ、現実に生きてたとしたら、まあ、50歳ぐらい。コットちゃん元気かなって思う、もう、コットちゃん役も素晴らしかったし、っていう話でした。はい。ということで、まさかの展開に、驚かされる。まさかの展開っていうか、まさかの登場人物。嫌なやつ2人出てるって思わなかったんで。すごい、驚かされましたが、すごいいい映画でした。はい。ということで、また何かあったら開けたいと思います。終わりです。